いよいよスルド・ビエゾと対決か。そのビエゾだけど、あなたはあの男についてどこまで知っているの？どこまでってカラグリアを支配するスルドじゃないのか？いいこと。相手はビエゾ・エルウォルゼ・テルディリス。腐っても全てのレナの頂点に立つ5人の1人なのよ。たとえマスター・コアがなくても恐るべき相手に変わりはないわ。私はあの男が気晴らしに何匹ものズーグルをほふるのを見たことがある。その巨体から繰り出す一撃は素手であっても危険。まして武器を持った時は致命的よ。攻撃は必ず避けろってことか？ええ、決してまともに打ち合おうとしてはダメ。避けて隙を狙う、それを忘れないで。俺たちの協力が試されることになりそうだな。ヘマをしないことを祈っているわ。スルド・ビエゾか！ふん、他のネズミどもの騒ぎに乗じて2匹ここまで入り込んできよった。ひまいましい。だが我がマスター・コアを届けに来た心根は褒めてやる。本気でお前に返すとでも？まさかよ。だがそんなことはどうでもいいのだ。どちらにせよ貴様らはここで死ぬのだからな。浅知恵を後悔せい。死ねえ！ススッドが、スルドの真似事か、笑わせるわ。そんなもの、興味はない。お前を通してダナを解放する。おざくな、顔もないドレイフ勢が、どういうことでか。積み上げ奴は、水の力だ。風よ、水を直すわ。ファーストエイジャン、マジンセン、マグナイン。なんて威力だ。でも宇宙では隙だらけよ。奴が飛んだら撃ち落とすわ。分かった、頼む。毒弾引き継ぎ決めてやる。行け、払う。もらった炎よ。まとめさせない。うわっ。やったぞ。ビエゾ、覚悟なさい。魔王エリータ、ファーストエイド。やっと叩き捨てる。はい、撃ち込め。決めてやる。危なれい。炎よ、下げろ。巻き込め。見えた。終わりよ。炎よ、巻き込め。やっ、弾切れよ。行くわよ。おら、力を借りる。これで終わりだ。逃げる、追うのよ。
が奴隷から逃げるのか。いい気になるな。ここなら存分に暴れられる。次は仮面で済むと思うな。黙りなさい。同じレナの貴様がそうまでして同胞に牙を剥く。力ある者が上に立つのがレナの流儀だが、ダナと組む貴様のそれは裏切りだ。なぜだ、なぜ同胞に仇をなす裏切り者は。この精霊力の化け物、どうしたら。精霊力だ。もしかしたら。
壁は壊せるんだ。鉄仮面、あなた顔が違う。思い出したんだ、名前。炎が見える。俺はアルフェン殿。なぜ怒りに任せて敵を倒した。だがこの怒りはどこから。それに裏側にぴったりと張り付くようなためらい。俺を呼ぶ悲しげな声。俺は誰なんだ。ここはようやく起きたか。1週間、そんなに眠っていたのか。俺は、まあそうだ。俺たちが駆けつけた時、お前は半分消し済みになりかけていたんだ。シオンに感謝するんだな。シオンが直してくれたのか。スルドはまだ4人いる。ここで死なれては困るというだけよ。戦いはどうなったんだ。この1週間でレナの抵抗も降伏するか多量に逃げるかしてだいぶ下火になった。カラグリアは解放された。お前がスルド・ビエゾを倒したおかげだ。改めて礼を言う。よくやってくれた。俺はただ必死で。鉄仮面、改めアルフェンか。半分だが顔も取り戻したわけだ。で、何者だったんだ、お前は。俺は分からない。思い出したんじゃないのか。そうか、無理に焦ることはない。
名前が思い出せたんだ。残りもいずれ戻るだろう。これからどうなるんだ。やることはいくらでもある。解放したといっても俺たちには何もない。何もかも一から始めなきゃならん。だがまずは自分がどれだけのことを成し遂げたのか知るといい。炎の門に行ってその先に広がる世界を見てこい。大勢のダナ人が夢見ながら叶わなかった光景だ。炎の門。ついていくわ。また怪我でもされたら迷惑だから。勝手にしろ。炎の剣の力は期待以上ね、うん、あれだけ強ければもはや属性の相性も問題にならない。問答無用でねじ伏せる圧倒的な力だわ。炎の門の時みたいな芸当は期待しないでくれ。あれは修霊鬼の化け物の力があったからできたんだ。それでもビエゾは倒せたわ。なら他のスルドにも通用するはず。十分よ。どの道これ以上強力だとあなたの体が持たない。ビエゾを倒した後のことを忘れたの？シオンは怖くないのか？あれほどの力を振るうことが。いいこと。力は可能性よ。みすみすその可能性を捨てるつもり？分かったよ。切り札なのは確かだしな。自分が消し積みにならない程度にせいぜい暴れてやるさ。